います。猪木道義君。はい、委員長。はい、猪木道義君。はい、今日は質疑の時間をいただきありがとうございます。立憲民主党の猪木道義と申します。それぞれの大臣も ご準備をいただきありがとうございます。また尾身先生も今日はありがとうございます。まさに昨日本日等でですね、このオミクロン株新型コロナ対策で大きな論点に、特に今週が山場だと思われるのは、もちろんマンボウの効果を検証しつつですが、さらなる対策、特に緊急事態宣言について、これ東京都の小池都知事もさまざまなお考えをお示しの中で、ここをどう対応していくかというのが一つの大きな論点だと思います。そこで冒頭は、これ先ほどは山際大臣 の先ほどの閣議会見も伺っておりましたので、それも踏まえつつですね、ちょっと尾身先生にも専門家としてのご所見をですね、お述べいただきつつ質疑をさせていただきたいと思います。28日の小池都知事は会見で、そしてまた山際大臣にこのような文言の要請を手渡されています。もちろん山際大臣だけではなく、後藤厚労大臣、堀内ワクチン担当大臣宛にも同じ文章が言っております。特に最後のパラグラフが重要でして、1月26日付事務連絡でレベル3以降への考え方が示されたところであるが、オミクロン株の特性を踏まえた医療提供体制や社会活動継続等に関する全般的な対応方針に基づき、都道府県が明確に判断できるよう、国として明確で分かりやすい基準を速やかに示すことというふうにございます。先ほど山際大臣は閣議後の記者会見で、小池都知事のおっしゃっているこの趣旨というのは、まさにどのような状況なら宣言が発せられるのかということを、数値を含めて明確化をされるべきだということだと受け止めていると。そしてそのことについては、まさに尾身先生が会長を務められる分科会で議論をされるものというふうなコメントを会見でされておられて、つい5分ぐらい前ですが、私もしっかりメモさせていただきました。そこでちょっと尾身先生伺いますが、これですね、まさにその国として明確で分かりやすい基準というものは、これ専門家の視点からすればどういったものが考えられるんでしょうか。いかがでしょうか。独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君。この緊急事態宣言そもそもの目的ですよね。これは医療機能不全防止のために人々の権利を制限してでも感染を抑えるということだと思います。そういう中で緊急事態宣言の発出には、今委員おっしゃったようにレベルの分類を参考にしながら、コロナ病床や重症病床の使用率だけではなくですね、エクモの使用をはじめ入院者の重篤度をも考慮して、私は総合的に判断する必要があると思います。で、今後まん延防止等重点措置の効果も見つつ、重症者の増加も含め医療機能不全が想定されれば、実際にその機能不全が発生する前に緊急事態宣言を出すオプションもあり得ると思いますが、仮に緊急事態宣言を出すのであれば、私は最低2つの点が大事だと思います。1点はオミクロン株の特徴に合わせた効果的な対策とは一体何なのかということと、2番目は人々の権利や社会経済活動をどこまで制限することかを含めて社会的なコンセンサスが必要だと思います。委員長。並木道義君。湯野木道義でございます。よろしくお願いいたします。今尾身先生、重要な点を2点、緊急事態宣言が出されるのであればという仮定ですがおっしゃいました。オミクロン株の特徴を十分踏まえて効果的な対策とは何かという点、そして、国民の皆様の権利、社会活動、これらがどこまで制限されるのか、確かにこれはここにおられる委員の皆さん全員が共有できる論点だと思います。そこで山際大臣に伺いますけれども、これ確かにですね、これまで その新たなレベルの分類の考え方というのは私も何度も読み返しましたが、まだ病床使用率等を
官房長官もおっしゃっているように機械的に当てはめる運用はなじまないというのはその通りだと思いますが、しかし今尾身先生もおっしゃっていただいたように、まあ緊急事態宣言というこれ現時点では岸田総理も検討していないとおっしゃってますが、これ州内が山場であることはもうここにおられる委員の皆さん共有いただける部分だと思うんですね。今後のまさに重症化率、病床使用率、高齢者の入院者の急増等ですね、まあ、そういった中でこれ機械的に運用別にする必要はないんですが、今尾身先生がおっしゃられたような2項目ですね、こういったことも含めて基本的対処方針にですね、これを明確化することによってですね、仮に宣言を出した場合でも効果がなければ意味がないわけですから、まさにその効果の部分について、まあ、小池都知事の中にもまさに措置内容などの具体的な対策等についても明記することとあります。こういった部分とも合致すると思われますので、ぜひこれまあ宣言を出す場合には想定しとかなきゃいけないわけですから、基本的対処方針の部分に今尾身先生がおっしゃられた2点、あるいは措置内容などの具体的な対策等についても明記という都知事からの要請文とも踏まえて、こういった点を明記されたらいかがでしょうか。国務大臣山際大志郎君。まあ、これはまさに今、尾身会長からお話しいただいたように、分科会で議論してくださる専門家の皆様方のご意見を踏まえて、どのように基本的対処方針に反映させていくかということを決めていかなくてはいけないので、まあ、政治家である私が最終的な責任を持つものと認識しておりますけれども、その専門家の先生方のご意見を踏まえなくてはいけないものだというふうに思っております。はい、猪木道義君。はい、大臣ありがとうございます。私もおっしゃる通りだと思うんですね。ですから、まあ、尾身先生はじめ、専門家会議の専門家の皆さんがまさにその専門家としての視点を率直にですねお示しをいただいて、そして、それを踏まえてまさに基本的対処方針にですね、これは山際大臣がまさに責任としてということをおっしゃったんですが、そこはしっかりとお示しをいただかないとですね、これ仮に今後ですね、東京のみならず、愛知、大阪の知事等の見解も示されておりますが、今後、それぞれ要請があったときに、それからその議論をして、明記するということでは間に合わないわけですから、これ、明記をするということを考えた場合には、これ、今週中に分科会を開いて、そして政府として、この基本的対処方針を変更するのか、明記するのかということが判断をされるという理解でよろしいですか。国務大臣、山際大志郎君。分科会そのものを開くのはですね、できるだけ速やかに開きたいと思っておりますが、今、委員がご指摘いただいた前提の部分ですね。でこれは我々何をやっているかというと、専門家の先生方とももちろんコミュニケーションも取ってますし、あるいは自治体、各自治体の皆さんともコミュニケーションを取り続けてるんです。で、その中で、こういう方法はよかろうというものを、まあ、整理した上で、分科会で、さらにそれを土台にして議論をしていただいて、さまざまな結論、正論を得ていくという話でございますので、まあ、それを今やってるところです。で、それをいつまでもですね、だらだらと長くしようということは全然考えておりませんので、できるだけ速やかに、その何を分科会で議論していただくかとかも含めて決めてですね、分科会は開かせていただきたいと思っております。はい、委員長。猪木道義君。はい、私もそうであろうというふうには理解いたします。そうした場合にこれ州内にですね、特に大臣が一番状況を分かっていらっしゃると思うんですが、例えば和歌山県などですね、まさに政府に対して国に対してですね、適用の要望等が上がってくる可能性、それから例えば愛知県の大村知事さんなんかはですね、東京、大阪も含めて大都市圏足並み揃えてね、緊急事態宣言等を発出するんであれば、もう州内ですね、に発出をして、一気に封じ込めると、こういう見解も述べられたりしているわけですが、これ、そうすると、時間をかけるつもりはないということをおっしゃられた、そこのところを踏まえると、これ、例えば木曜日の日に、例えば和歌山などでの、その国への要望なども含めてですね、議論をまさにされたものがですね、これ、当然、国会で、議会運営委員会で、議論、報告もされた上で、最終的には、6大臣会合、政府本部会議等で、了承されれば、
国民の皆様に発表されるという流れだと思うんで、これ、まあ、最短でいうと木曜日にもそういった、まあ、基本的対処方針の変更も含めた、分科会の開催も含めた対応が示されるという理解でよろしいですか、最短で言えば。国務大臣、山際大志郎君。可能性という意味で言えばですね、それはそうなのかもしれませんが、我々は何かその日時を、期限を区切って何かやろうということを考えているわけではありませんし、また和歌山県のことを今おっしゃいましたけれど、和歌山県に限らず、各都道府県の知事さんからですね、まん延防止等重点措置の要請があった場合には、それはそれできちんと受け止めなくてはいけないと思っておりますので、それと一緒に何かをしなくてはいけないということでもないと思っておりますから、ですから適切に、時間をあまりかけることなく、適切にタイミングを間違えることなくやりたいということを先ほど申し上げたとおりですが、やらせていただきたいと思っております。はい、委員長。柚木道義君。はい、ありがとうございます。それから東京都の小池都知事はですね、まさに国に対して、基本的対処方針にですね、緊急事態宣言発出の場合の明確で分かりやすい基準を速やかに示すことを求めるだけではなくて、東京都としてもですね、近いうちに、例えばこの間報道されている部分で言えば、病床使用率だけではなくて、重症者の病床使用率ですね、それから今、急速に増えている高齢者、今回 49.2% で、あと55人でもう 50% を東京は病床使用率超えてしまいますが、その半分が70代の高齢者ですから、これ、ちょっと尾身先生、伺いたいんですが、今後、東京都もそういう指標を、ね、示してくる、東京都もね。宣言発出の場合に必要な基準というものをね、お示しするというふうに報道されてますが、これやっぱり東京都だけに任せるんじゃなくて、やっぱりもちろん最後、その大臣としての、あるいは政府としての判断はあるにしても、専門家分科会の先生方においてはですね、まさに東京都から上がってくるのを待つではなくて、やはりまさに重症者病床使用率であったり、あるいはその中での実は私も昨日内閣官房で確認して調べてないというので、ちょっと驚いたんですが、その重症者病床使用率の中における高齢者の割合、これ、調べてないんですよね、こういったこともやはりちゃんと調べて、そして何が一定の基準ですよね、機械的運用はなじまないけど、何が一定の基準になるのかということを、ぜひ分科会の中でもご議論をいただいて、政府に対して諮問をやはりいただくことが、私は一つの専門家の先生方の、ミッションではないかと思うんですが、いかがでしょうか。独立行政法人地域医療機能推進機構理事長、尾身茂君。私はですね、今、委員のご質問に対して、これは非常に重要だと思います。それで私どもは、この今、多くの日本の社会の人々がある意味では、一方の人々はこれもインフルエンザと同じじゃないかという人がいて、で一方でもう緊急事態宣言を出すべきだという同じ現象を見てても、ある意味では非常に両極端の意見が実際にあるということで、そういう中で私は基準というものもこれは出すときには当然必要で、そのときは総合的ということはこれはもう当然のことで、一つの指標は全体の部分の一部しか表しませんから、当然総合的な使用をするというのは、もう多分これは多くの人のコンセンサスだと思います。そういう中で、私は今一番大事なことは、このオミクロン株で今こういう状況になっている、これが今までのデルタ株と一体何が違うのか、どういう特徴があるのかというのをしっかりと私は分析することは、我々専門家の最も重要なことだと思います。そういうことが今のところは必ずしも国民、社会一般の中では理解されてないから、こういうことが起きているわけで、この一体どういうこと、オミクロン株っていうのは一体どこが今までと共通で、どこが違うのかという現場で何が起きているのか、それは例えば、今までは飲食店を中心な対策というのが取られたけれども、これは飲食店だけの対策ではもうこれは効果がないことは我々専門家はそう思っております。最初に去年のクリスマス、それから今年の成人式で感染が若い人を中心にやったのが、これを契機に今いろんなところにもう感染が広がっている。
で高齢者にも行ってるし、学校にも行ってる、家庭に行ってるということで、こういう状況をまず認めて、その中で一体重症者としてどう対応するのか、あと子どもに対してどう対応するのか、で今社会機能を維持どうするかと、こういう問題をしっかりと明確にした上で対策どうする、で、まあ、仮に緊急事態宣言をするならそうした基準、そういう考えが私は今一番求められているんじゃないかと思います。はい、委員長。柚木道義君。はい、他の質問もあるんで、そろそろ山際大臣にまとめの質問をして次に行きたいと思うんですが、今の尾身先生の、ね、おっしゃられたことはとても私もそうだと思うんです。で最後はもちろん総合的な判断ですから、山際大臣あるいは岸田首相を中心に判断されると思いますが、ぜひですね、その判断をされるにあたって、今尾身分科会会長先生もおっしゃったように、その宣言を仮に出す場合には基準をやはりしっかりと示す、そしてそれが示された上で、やはり専門家の意見をやはり尊重いただき、そして緊急事態、基本的対処方針、しっかりとそこに明記をする、つまり変更するということですね。それをお願いしたい。なぜならば、新たな分類の考え方、私も何度も読み直しましたが、やはりまん延防止等重点措置が、まあ、新たにカテゴリーとしてできるにあたって、やっぱりそれに対して新しい考え方、新たな考え方ということで、まさにレベル3のところを私も何度も読んでそうかなと思ったんですが、示されたわけです。今回、やはりオミクロン仕様としての、まあ、別に新たな考え方を示していただいてもいいんですよ。基本的対処方針にこだわらずですね。いずれにしても、宣言を発出したときの具体的なその措置内容、そして効果測定、これができるものを明示していただかないと、これそういうものがないまま宣言発出してもですね、逆に言うと効果が見通せないし測定できないと思うんですね。ですからぜひ機械的に運用する必要はありません。基本的対処方針の中に今申し上げたようなことをしっかり明記していただいて、宣言が仮に発出する場合それに基づいて発出と、そういう流れでお願いしたいと思いますが、よろしいですか。国務大臣山際大志郎君。今先生がご指摘いただいたことはきちんと踏まえた上で議論はしたいと思いますが、ちょっとだけ申し上げますとね、やはり我々何のためにこのまん延防止等重点措置や緊急事態措置を取ろうとしているかというと、それは昨年の11月に改定させていただいたように、医療が逼迫しないようにしながら社会経済活動をいかに維持していくかということ、この非常に難しい2つのことを同時で成し遂げようということでやっているわけです。ですから、もし緊急事態措置というものを考えるのであれば、当然、これから先、このままでは医療が逼迫する、あるいはさらにその先には医療が崩壊するという恐れがあるというのは、非常に重要な定性的な考え方でございますので、その定性的な考え方を裏付けるような定量的な何かというものがあるかどうかというのは、委員の今のご指摘も踏まえながらですね、しっかり議論にしたいと思っております。はい、委員長。柚木道義君。はい、まあ、ぜひその場合に、私は宣言発出はもちろんプラスマイナスあると思いますので、ただ発出する場合には、やっぱり後手後手になっては効果も相殺されますから、やっぱり週内が山場だと思いますので、最短で言えば木曜日のまさにそのタイミングに間に合うような形で、今おっしゃられた基本的対処方針、この変更明記をいただいた上で、仮に宣言発出ということであれば、具体的な効果の測定、具体的な措置内容の明確化、こういった点をお願いしておきたいと思います。それでは先の質問に参ります。ですね、このワクチンの問題について、ちょっと伺いたいと思います。ごめんなさい、その前にもう1点だけですね、通告の、ちょっと1、2、3の、一番最後のところの前ですね、昨日からですね、東京都でまさに自宅療養にシフトをしていく中でですね、自宅療養サポートセンター、これが開設をされて、そして、実際に報道もされていますが、例えば、その今朝の報道によればですね、これ、午前中の3時間だけで6000件の電話があって、これ、200人体制で対応しても、対応できたのが1800件にとどまってしまったと、3分の1も対応できてないわけですね。これ、こういうような状況でですね、本当にこれ、都の自宅療養相談がもうあふれ返っている状況です。これ、本当に今後、自宅療養増えて、家庭内感染も増えて、で高齢者感染も増えて、重症化数の絶対値も上がっていけば、一般救急も大変な今、状況にありますので、
これ、自宅療養サポートセンター、正直この先、機能しないと、これ300人体制にしても、これ、単純計算したら1800件、2700件になるだけですから、半分も対応できないわけですから、もっと抜本的な強化、拡充が必要だと思いますが、これ、いかがでしょうか。厚生労働大臣、後藤茂之君。オミクロン株の感染拡大に際しまして、自治体に対して健康観察、診療を行う医療機関数のさらなる拡大と合わせまして、都道府県等におけるフォローアップセンターの設置や強化等、自宅療養体制の確保をお願いしてきております。で、東京ではこれまで自宅療養者フォローアップセンターにおいて健康観察を集約して行っていただいておりました。今般さらなる感染拡大による自宅療養者の増加を受けまして、東京都では昨日、自宅療養サポートセンター、フォローアップセンターを2つに分けて、機能を充実していただいております。無症状、軽症の方など、重症リスクの低い方について、ご自身で健康観察を行っていただきまして、体調変化に気づいた際の相談等については、このセンターに相談を行っていただくことによりまして、フォローアップセンターでの健康観察を重症リスクのある方に重点化する体制と整備、区分したと承知しております。東京都によると、開設当初の機能においては、肺食パルスオキシメーターに関すること、健康状態の相談、濃厚接触者の定義や生活上の注意事項など、約3400件の相談が寄せられ、必要な情報や物資の提供につながったというふうに聞いております。厚生労働省としては、引き続き東京都の取り組みに状況を十分把握しながら、自宅療養者の健康面と生活面での問題を改善できるように、必要に応じて支援をしていきたいと考えております。はい、委員長。柚木道義君。はい、これ、まさに先ほどご紹介した小池都知事の要請文は、後藤大臣にも当てられているわけであります。今、私がご紹介をした状況だとですね、初日だからということだとしてもですね、これ、初日200人体制、今後最大300人体制では、私、とても回らないと思いますね。で、山際大臣も都と密にコミュニケーションを取りながら対応するということ、先ほどの閣議後会見でもおっしゃってました、政府一様だと思うんです。ぜひこれ、ちょっと最大300人体制ということであってはですね、本当にこれ、ちょっと手遅れというようなことになってしまっては、まさに在宅療養で第5波の時に多くの方がお亡くなりになって、今後、同僚委員の方からそういう質問もあると思いますが、これ、同じことを繰り返してはなりませんから、ぜひ人員の増強ですね、そして増強した上で、受けている相談内容がちゃんと実際、このあと質疑通告してますが、必要な治療、療養にが行われる、そういうやっぱり機能がワークするような体制を取ってもらわなきゃいけませんから、まず 最低限、この300人体制というのは、もうちょっと拡充いただけるように、都との、コミュニケーションを取っていただけませんが、いかがですか、大臣。厚生労働大臣、後藤茂之君。まずは一義的に東京都でやっておられることで、東京都もこうした療養体制の重要性を十分に認識していただいております。厚生労働省としても、どういうふうな対応ができるか、よく連絡を取りながら、委員のご指摘のように進めていきたいと思います。はい、委員長。柚木道義君。はい、300人体制の増強も含めて、ご指摘のとおり対応していくということですが、これ、もう本当に遅れればですね、まさに高齢者の方がですね、本当に入院者増えていて、これはコロナだけではなくてですね、基礎疾患がある方がその他、例えば喘息とかですね、いろんな形で入院されている方も、本当にコロナ以外の部分も含めて、もう対応が必要な状況になっているという現場の声、一般救急が受けられないというような状況、こういったことも含めて、まさにこの自宅療養の方が、そこにちゃんとこうつなげる体制でなければですね、重症化してからつながれるとですね、また医療現場の負担も、当事者も家族も大変ですから、ぜひ最初の初期対応、これ300人の体制の増強を強くお願いしておきます。で、この後もう少し自宅療養時間あれば戻りますが、ちょっとワクチンの接種について堀内大臣に伺います。これですね、政府はですね、このペースでいってですね、1月、2月といって、2月末までに、これ、自治体の目標、
97.4% が終えられると回答を得ているという非常に楽観シナリオでお考えのようですが、しかし1月の時点で、これ目標の523万人に対して408万回ですか、115万回分も不足をしておりまして、これ目標の全体の1470万人のうちの 27.8% で3割にも届いておりません。これでは到底ですね、まさに今のオミクロン株の対策の最重要な施策とも言えるワクチンの3度目接種、到底これ間に合わないし、医療現場の今の負荷も減りません。これどのようにしてですね、これ大規模接種、昨日東京都内に始まって今度大阪にも始まりますが、これもですね、来月5日分まで予約は埋まって、希望者待っていて、昨日6時からの予約はわずか15分で埋まったということであります。これその15分で埋まった内容は来月7日から13日までの1週間分、1日あたり2160回分、これももう埋まってしまっているわけですから、この先のことをですね、明確にやはりもうこの場で国民の皆様にお示しをいただいて、そしてしっかりとした3度目接種、モデルナの部分の希望者が埋まっていない自治体もあります。しっかりとこの見通しを示していただかなければなりません。堀内大臣、まずこの大規模接種会場、昨日15分で予約埋まるような状況では到底追いつきませんので、今後の対応についてここで具体的にお示しをください。国務大臣堀内堀子君。委員ご指摘のように、昨日もいわゆる予約、約15分で埋まったということを承知しております。東京の会場の接種回数は、現時点では1日720回でございますが、2月7日から2160回に拡大するというふうに承知しております。その上で、自衛隊の大規模接種会場の接種能力の拡大については、こうした予約状況を踏まえて、今後、検討していくものというふうに聞いているところでございます。政府といたしましても、自衛隊の大規模接種会場をしっかりと充実させて、そして自治体の取り組みを後押ししてまいるところでございますし、これからの接種は、これからまさに本格化しているところでございますので、これから3回目につきまして、各自治体の皆様方に大規模接種会場をさらに設置していただいたり、そしてまた接種券を早く自治体の皆様方に送付していただく、そしてまた広報により努めて、多くの方々が接種、しっかり足を運んでいただける、そういったことにも努めてまいりたいと思っております。さまざまな方面から全力を尽くして、皆様方に接種機会をご提供するとともに、接種をしていただくための発信も併せてしてまいりたいというふうに思っております。はい、以上。柚木道義君、はい。これ、堀内大臣ですね。ちょっと今の答弁を聞いて、私、ちょっと愕然としております。堀内大臣のお人柄はよく存じておりますので、私もこの間ね、ずっと委員会でもご一緒させていただいてきた経緯もあって頑張っていただきたいんですが、これ今後検討していくじゃとてもじゃないですけど、もう今みんなもう殺到してるわけですよ。先ほどの相談電話もね、もうみんなとにかく早くワクチンを打って、そして自分はもとより家族、社会活動、医療現場に気を使って電話もしない親御さんだっているんですよ、お子さんがいて、休館に。これ、せめてですね、今後検討、これもう本当、岸田総理ももう今やミスター検討になってるわけですよ。今後検討じゃなくて、じゃあ次、いつ予約をして、いつまでの分、何回分対応する、それぐらいのことをここで言っていただかないと、通告している意味がないじゃないですか、ぜひご答弁お願いします。国務大臣堀内詔子君。皆様方が非常な思いを持って接種をご希望なさっているといったお話を今受け止まっているところでございますが、自衛隊による接種人数もっと増やすべきじゃないか、そういったご下問がいただいているところでございます。自治体による接種を政府としても後押しするためにも、この自衛隊の接種会場での接種もしっかりと進めたいということは、私どもも本当に肝に銘じているところでございますが、接種回数をどう設定するかというふうな、そういった点でございましたら、昨日の委員会で総理から、状況を見ながら拡充していくことは考えていきたいというふうに申し上げたとおりでございまして、その
それから先の詳細については、防衛省ともしっかりと連携してやってまいらなくてはならないといったところでございます。委員長、柚木道義君。これね、確かに今日はちょっと岸防衛大臣をお呼びせずに、もう大臣にということで申し上げたんですよ。それは、やはりワクチン担当大臣をわざわざ置いてるわけですよ。菅政権の時以降ね。これ、河野大臣だって今の答弁じゃなかったと思いますよ。多少、防衛省とのいろんなあれがあったとしても、やはり、昨日もう15分で、1回目は9分で埋まってる。そしたら次は、13日以降の分の、例えば1週間、何千回分、準備します。予約受付開始します。そのことを検討しますと、この場で言ったと思いますよ。ぜひですね、別に河野大臣が全部いいとは言いませんよ。だけど、CM 打ってんでしょ、今日から。脇田座長がですね、私も3回目の接種をしますと、重症化予防の観点から皆様に、ファイザー、モデルナ、どちらでも効果期待できるんで、お勧めします、お願いしますという CM、今日から打ってんでしょ、予約できないじゃないですか。ぜひ今日中にもですね、次の予約、いつからいつまでの期間、何回分、それを防衛省と協議して、国民の皆さんに大規模接種会場でこれだけできますと、お伝えしますと。この場でご答弁ください。国務大臣堀内詔子君。自衛隊の大規模接種会場の件に関しましては、防衛省と今、鋭意努力してさまざまな検討を続けているところでございます。一方、接種をしたい方々につきましては、例えば各地方自治体でモデルナの接種会場が空いている、そういったところには、若い方も接種券さえ来れば接種ができる、そういった工夫をしていただいている自治体もございます。接種機会、さまざまな機会を捉えて、ぜひ皆様方には接種していただきたいというふうに思っております。委員長、柚木道義君。すみません、もう今の答弁ではですね、とても予定通りにワクチンの接種が進むとは思えません。ちょっと次の質問もあるので、ちょっと本当に強く今日中にもですね、お示しをいただくこと、それ最低限ですよ、まず。そこをお願い強くしておきたいと思います。次へ行きます。厚生労働大臣に伺いますが、これ、ワクチンもそうなんですけど、待機期間ですね。これもう本当に私も子どもたち小学校2人いますけど、そのパパともママともからもいろんな意見殺到してますよ。から保育園、これもう1日で倍増してるじゃないですか、644箇所休園でしょ、これ、ベビーシッター争奪戦が起こってですね、もう働きに行けないし、おまけに休業助成金、申請しづらい、使いづらい、下手にやったら非正規の方、会社クビになる、こんな状況でも、本当に待機期間についてはですね、これ、もう事前通告は詳細にしておりますので、これ、田村前大臣もですね、期間短縮を政府内で検討していると、これ、公で発言されてますから、政府内でどのような今、検討が進んでいて、いつごろまでにさらなる期間短縮の方向性が示されるのか、明確にご答弁をお願いします。厚生労働大臣、後藤茂之君。先週は濃厚接触者の待機期間につきましては、10日を7日に縮める原則、そして2回の検査があれば、5日まで縮めるということで、発表をいたしております。こうした措置を取っておりますけれども、感染状況の変化、あるいはオミクロンの正常、ますます明確になってくる状況になっていけば、さらなる緩和、さらなる対応も検討はしてまいりたいと、そのことを発表をいたしておりますので、そのとおり、しっかりと現状を踏まえながら、専門家の知見、そして、科学的なエビデンスに基づいて、そうしたことにしっかり取り組んでまいりたいと思います。委員長、柚木道義君。ぜひ週内にもお示しください。それでちょっと文科大臣にも来ていただいてますので、これ、学級閉鎖ですね、これも非常に基準が、これ、慎重というか厳しいと、私も率直に思います、子ども2人の親としてもですね、そこまでじゃなくてもオミクロン仕様で、私、考えていただいてもいいのかなという思いもあります、それが100点とは思いませんが、これ、実際問題、大阪ではそういうふうに基準見直しされてますよね。これ、その点について、まさに今後、オミクロンの特性社会の実態に合わせて、
これ学級閉鎖の基準の見直し、これ検討はいただいてもいいのかなと思いますし、もう一個も合わせて聞きますが、仮に学級閉鎖の場合、子どもたちの居場所、学習機会の確保、これ、うちの子なんか想像してもそうなんですが、例えばオンライン授業可能な小学校とそうでない学校、どれぐらいあるのか、これ、本当にうちの子どもなんか2年生ですが、下の子、自宅で学習に集中して機器を操作してなんて、とてもじゃないけど、ちょっと想像できないんですね。これ、保護者がいない場合なんか、どう対応するんでしょうか。こういうことも含めた、ぜひですね、対応を早急に、これもずっとしてきていることですから、お示しをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。文部科学大臣、末松信介君。よろ先生にお答えさせていただきます。大阪府が1月26日に変更いたしました。現在オミクロン株によりまして全国感染者が急増いたしておりまして、学校の臨時休業も増加していると認識をいたしてございます。でご指摘の臨時休業の基準を定めました感染確認時対応ガイドラインにつきましては、オミクロン株による感染者の急増や保健所業務の逼迫、検査体制の状況、潜伏期間が短いといったこのオミクロン株の特性を踏まえまして、今般新たにガイドラインを運用する際の留意事項をお示しする予定でありまして、先週私も28日金曜日に会見においてその旨発言をしたところでございます。現在感染症対策の専門家の意見を聴取しているところであり、留意事項が整理でき次第先生のご指摘も踏まえまして速やかにお示しをしたいと思ってございます。検討いたしておりますので早急に対応できるようにできましたらご報告をするということです。それと今の学習機会を奪われてはいかんという学びの継続が一番大事なことでございます。でこの場合臨時休業等によりましてやむを得なく登校ができない状況になった場合にはこれはもう切れ目なく学習を継続しなきゃいけないということでギガスクール構想で整備されました ICT 端末を生徒さんが持ち帰ってオンライン学習ができる準備を整えておこうと考えてございます。でこのため文部科学省が各教育委員会に対して非常時の端末の持ち帰りに関する準備状況調査を実施しております。近く結果を公表できるように集計を集めているところでございまして、すでに今調査に入ってございます。ちなみに今去年の7月時点で実は、実施できるように準備済みというのは去年の7月ですけどね、まあ、7割近くありましたのでだいぶ伸びていると思います。まあ、その結果がまた報告申し上げます。でこれまでも ICT 端末の自宅学習における活用を円滑に行えるようチェックリストや、取り組み事例等を周知してきているところですが、本結果を踏まえて取り組みが進んでいない自治体に対しては個別きめ細かなリポートを行ってまいりたいと思います。家に Wi-Fi がない場合ですよね、子どもさんたちにルーター持って帰っていただいたり、その時の費用も自治体が持ったりとかいろんなケースがございます。どうしようもない時には生徒さんが臨時休校の時に学校に出てきてもらってオンラインの指導というんでしょうか。文科大臣できるだけ簡潔にお願いします、はい、そのようにさせていただきます。終わります。はい、委員長、はい、道義君、はい、これで終わります。最後の生活困窮者支援、本当はこれが一番やりたかったんですが、ちょっとできなくてすみません。政府とのやり取り、今後も続けさせていただきます。どうもありがとうございました。これにて、猪木君の質疑は終了いたしました。次に